どうもこんにちは。バレンタインデー当日はなんか一日中そわそわしちゃうヒロです。ということで今日作っていくのはコーティング生チョコです。バレンタインといえば1年で一番お菓子作りをしたくなる、そんな日じゃないですか。自分用でもプレゼント用でもせっかく作るなら可愛く作りたい。そこで今回スイート、いちご、ホワイト、この3種類のチョコレートで簡単な生チョコを作り、周りをコーティングして可愛くしていきます。なんとレンジで溶かして混ぜるだけ、めちゃくちゃ簡単なんです。では作っていきましょう。まずスイート、ホワイトチョコに使う無塩バターを常温に戻しておきましょう。今回型はこちらの18センチのパウンド型を使っていきます。これ100均、セリアで売っているものなんです。飾りもほとんどセリアで購入しましたが、たくさんあって選ぶところから楽しめました。もちろん型は何でもいいです。バットやタッパーなどお好きなものをお使いください。次に型紙を準備します。型紙は型の高さの半分ぐらいで大丈夫です。型の跡をつけて折り目をつけたら、ハサミで切り込みを入れて完成です。今回チョコレートは4種類使っていきます。なるべくチョコは細かくしてボウルにかけます。今回湯煎ではなくレンジで作っていくので、耐熱ボウルに測りましょう。チョコレートに余分な水分が入ると失敗してしまうので、ボウルなどの道具は必ず水気がないことを確認して、一度キッチンペーパーなどで拭いてから測ってください。チョコレートの種類は基本的に何でもできますが、今回僕は手軽に作れるようこういった板チョコを使います。いちごチョコはガナ、ホワイトチョコ、ブラック、ミルクチョコは明治のものを使っていきます。お好みですが、僕のおすすめはこの組み合わせ。スイートの生チョコはブラックとミルクを組み合わせて作ります。ブラックチョコのみだと硬くなりすぎてしまい、生チョコ感が減るのと苦味が強いので、ミルクチョコと組み合わせるんです。チョコレートはメーカー、チョコの種類によって硬さや風味が違いますし、場合によっては分離といって油と水が分かれる状態になります。失敗してしまうこともあるので、チョコレート選びも非常に重要になります。そこに生クリームを一緒に測ります。生クリームの種類も非常に重要です。乳脂肪分 35% のものをお使いください。ホイップクリームなどは NG です。これも分離する原因になります。ではチョコレートをレンジで溶かしていきます。まずはスイートから。チョコはとても焦げやすいんです。なので数回に分けてレンジにかけます。スイートの場合は600ワットを30秒を3回に分けてかけます。1回目をかけたらボウルを持って全体を揺らしてなじませたら2回目を、2回目も同様です。はい、3回目もかけたら混ぜていきます。混ぜ方にもポイントがあります。最初は中心のみを混ぜます。中心がツヤツヤしてきたら、徐々に円を大きくしていくイメージで混ぜていきます。一気に混ぜてしまうと分離する原因になります。ツヤツヤしている部分がきちんと乳化しているという目安、分離せずにきれいに混ざっている証です。全体がツヤツヤしてきたら OK。 常温に戻しておいた無塩バターを加えます。バターが溶けるまで混ぜましょう。バターを加えることでより口どけが良くなります。最後に加えることで油っぽくない美味しい生チョコに仕上がるんですよ。型に流していきます。流動性があるのでショックを与えたら平らになります。そのまま冷蔵庫に入れます。続いてホワイトチョコをレンジで溶かしていきます。
先ほどのスイートチョコレートより溶けやすく、さらに焦げやすいのが特徴です。なのでホワイトチョコはレンジで600ワット30秒を2回に分けてかけていきます。先ほどと同様、1回目をかけたらよく混ぜてなじませ、2回目をかけていきます。ホワイトチョコも同様に中心から徐々に混ぜていきます。全体がツヤツヤの状態になったら完璧です。一気にスイートチョコレートより難しくなるので、綺麗にできたあなたは天才です。常温に戻しておいた無塩バターを加えます。バターが溶けるまで混ぜましょう。では型に流します。スイートに比べると流動性がないので、ゴムベラで四隅まで入れて、上から食を与えて全体的にのしたら冷蔵庫へ入れます。続いてみんな大好きいちご味。これはチャナさんのガーナさんの商品になります。いちごもホワイトチョコと同様、600ワットを30秒を2回に分けてかけます。いちごも中心から混ぜていきます。焦らず混ぜてくださいね。これができたあなたはニューカマスター今回のチョコレートの中で一番固めなので、ゴムベラで綺麗にのしましょう。四隅が薄くなりやすいので、しっかりと生地を入れて全体的にのしてから冷蔵庫へ入れてください。では冷蔵庫から一枚一枚出してカットをしていきます。このままコーティングしないで、ココアパウダー、粉糖などをかけたら一般的な生チョコになりますね。シンプルに仕上げたい方はこのままでもいいですね。取りやすくするためにクッキングシートを全面剥がしてからカットしていきましょう。長い辺は端をカットして 2.4 センチ角にカットしたいので、印をつけていきます。印は上下につけるとまっすぐ綺麗に切れますよ。切るときは必ず温めてカットします。カットしたら1回1回布巾で綺麗に拭いてから次のカットをします。そうすると綺麗に切れます。お湯で温めてカットしてもいいですが、お湯がついていない状態でカットしましょう。短い辺は端を落とさずカットしていきます。この大きさだと一口分で18個分取れます。大きさはお好みで各自でカットしてみてください。カットしたら冷蔵庫で一度冷やします。続いて生チョコにコーティングをしていきます。こういったコーティングチョコも売られたりしていますが、割高ですし風味が落ちるので、今回はコーティングチョコを自作していきます。溶かしたチョコに無味無臭の植物性油と混ぜるだけです。まずは湯煎の用意をしていきます。湯煎のお湯はふつふつしていたら火は止めてください。必要以上に熱を加えると焦げる原因になります。チョコを細かく砕いてボウルに量ります。これもボウルに水滴がないか確認して、必要以上にキッチンペーパーでよく拭きます。測るボウルの大きさにもポイントがあるんです。
湯煎の鍋より大きめのボウルに測ってください。ボウルが鍋より小さいと水が入ってしまう可能性があるからです。とにかく水を入れない、これが非常に重要になります。ここまで僕が水滴の話をうるさく言うのは、それほど失敗する原因として多いからなんです。溶かしている間にトッピングの準備をするのもいいですね。ではデコレーションペンで使用するコルネの作り方をご紹介します。ではまずクッキングシートを長方形になるようにカットします。それを三角になるように折り、ここが直角になるようにして折り目をつけます。それをカットします。2枚になるので2つコルネができます。分かりやすいよう定規を敷いています。三角の直線上を結んだところを持って、これを軸にして巻いていきます。軽くコルネの原型を作って、これを芯として巻いていきます。ピンと張って、これを芯にして巻いていくと、ペンの先は細くなるように意識して巻いてください。巻き終わりはちょびんと三角が飛び出るので、これを中に入れたら完成になります。チョコが溶けてきましたね。チョコの形が少し残ってるくらいで大丈夫です。溶けきる前に出すのはチョコの温度を下げるためです。湯煎から外すときは、これも必ず乾いた布巾でよく拭いて、さらにキッチンペーパーでよく拭きます。ボウルの縁の裏側がよく拭き残しがあるので徹底的に拭きます。コーティングチョコは熱すぎると生チョコが溶けてしまう原因になります。この温度についても後ほど解説いたします。溶けたら油を加えてよく混ぜます。湯煎のお湯は後ほどまた使うので残しておいてください。コップなど口が狭い容器に移して、そのまま常温に置いておきます。生チョコは冷蔵庫から出したてのものをつけていきます。ホワイトチョコのコーティングは32度前後ぐらいの温度帯のものをつけます。ようじを刺してチョコをつけていきます。つけたら下についている余分なチョコを落とします。何個かやって少し固まってきたら、ようじをくるくる回すようにして取ります。穴はチョコを少しだけようじにつけて穴を埋めていきます。続いていちごチョコ。いちごチョコのコーティングは30度前後のものにつけます。かわいい。チョコレートの温度帯が低すぎると固まってきてうまくつけれないので、残しておいた湯煎で少し温めます。混ぜるときは湯煎から外して混ぜるといいですね。水分が入らないように容器はよく拭いてください。スイートチョコレートのコーティングは32度前後の温度帯でつけるのがおすすめ。すべて同じようにコーティングしたら、お楽しみのデコレーションをしていきます。これはお好みなので参考にしてみてください。コルネにコーティングチョコレートを入れて、三角の部分を手前に折り込んで、逆方向に 2,3 回折ったら、先っちょをお好きな太さにカットして完成です。他の材料、事前に飾るものは用意しておいてくださいね。では愛情たっぷりキャバタンチョコレートをご覧ください。